ビアボールとナンバーアンダーライン愛の盛り上がり、気になりますよね。ビアボールを求めて、都内スーパーコンビニをめぐってみた。売り切れ続出。ビアボールとナンバーアンダーライン愛は、近年注目を集めている商品と、それにまつわる日常の体験や人々のつながりを象徴するような出来事を生み出しています。この現象は、単なる消費者行動の枠を超えて、文化やコミュニティに深く浸透し、 特定の世代やファン層に特別な意味を持つようになってきました。多くの人々がビアボールに熱中し、SNS やリアルな交流を通じてその興奮を共有する様子が見受けられます。例えば、ドン・キホテでふとビアボールを見かけた瞬間に、思わず、これください、と店員さんに声をかける場面。そんな日常の何気ない一瞬が、商品との出会いだけでなく、ファン同士のつながりや対話のきっかけにもなるのです。 実際に平野翔く君が出演する CM やその関連商品が人気を博していることからファンたちは SNS 上で「私は神宮寺君推しなんです」とスマホの画像を見せ合ったり商品情報を共有したりして日常的なつながりを楽しんでいますこのような商品の人気は一見すると単なる消費者行動に見えますがそこには現代のマーケティングや商品展開の巧妙さが垣間見えます ビアボールやナンバーアンダーラインアイの成功は、ただその商品の品質やユニークさに依存しているわけではありません。それ以上に、ブランドがどのようにして消費者との感情的なつながりを築くか、そしてその体験をいかに広げるかが大きな要因となっています。ビアボールのグラスやマドラー、カラーグラスといったアイテムは、単なる商品ではなく、ファンたちの間で特別なシンボルとして扱われ、購入すること自体が一種の儀式となっているのです。 ある人は、近くの店舗にビアボールを見つけるために何度も訪問したり、別の人はネットで注文したりと、それぞれのストーリーが展開されています。こうした行動は、商品を手に入れること以上に、その過程自体が楽しみであり、ファンコミュニティの一部として共有されるのです。さらに、ビアボールとナンバーアンダーライン愛に対する消費者の興味は、その独特なデザインやパッケージだけでなく、 商品の使い方やアレンジの楽しさにもあります。例えば、ビアボールのグラスにポップメロンソダやミックスブルーハワイを合わせて、オリジナルカクテルを作るといったクリエイティブなアプローチが、多くの消費者の間で広がっています。SNS では、こうしたアレンジドリンクのレシピや、個々のファンがどのようにビアボールを楽しんでいるのかが次々とシェアされ、そのコミュニティー感が商品へのさらなる愛着を生んでいるのです。例えば、 ある人は車で1時間かけてビアボールを買いに行き、その店舗の親切な店員さんとの交流もまた商品購入の楽しみの一部として SNS で語り合っています。こうしたエピソードは、単なる商品の売買という枠を超えて、人々の間に新たなつながりを生み出しています。では、なぜビアボールやナンバーアンダーライン愛がこれほどまでに人々の心を引きつけるのでしょうか。その答えは、商品の背景にあるマーケティング戦略と、 人々が求める、特別な体験への欲求にあります。現代の消費者は、ただものを手に入れるだけではなく、そのものにまつわるストーリーや体験、そしてそれを共有できる仲間とのつながりを大切にしています。ビアボールやナンバーアンダーラインアイは、そうした現代の消費者のニーズを的確に捉え、単なる商品提供以上の価値を提供しているのです。一方で、こうした消費行動が進む中で、 新たな課題も浮上してきます例えば、都市部では簡単に手に入る商品が、地方では入手困難だったり、商品が限定された店舗でしか扱われていなかったりすることが消費者の不満につながることもあります。SNS 上では、私の近くには取り扱いがないという声が少なくありません。これは、商品の人気が高まるにつれて供給が追いつかないという、現代の消費社会における課題の一つです。 また、商品があまりにも人気になると、一部の人々がその人気を利用して高値で転売するケースも見受けられます。こうした現象は、ファンコミュニティにおいて不満や摩擦を生む可能性があります。それでも、ビアボールやナンバーアンダーラインアイの人気は衰えることなく、むしろファンたちが作り出す新たな文化として成長し続けています。例えば、ビアボールを使用したカクテルの新しいレシピが次々と考案され、 ファン同士ででで共有されるることで商品のの楽しみ方がが無限に広がっているのですある女性は家から一番近いイオンで大量のビアボールを発見しその喜びを SNS でシェアしながら他の人たちにもぜひ買いに行ってくださいと勧めていますこのように商品が単なる飲料としての役割を超えて人々の日常生活に喜びと驚きをもたらす存在となっていることは非常に興味深い現象です さらに、この現象は商品の魅力だけでなく、商品に関連するイベントやキャンペーン、CM によっても強化されています。特に、ビアボールの CM に登場する平野翔や他の人気アイドルがファンにとって特別な存在であることが、この商品の価値を一層高めています。ファンたちは、自分の推しが登場する商品を手に入れることにより、推し活の一環として楽しみ、さらにその経験を共有することで、 商品への愛着が深まっていくのです。こうした推し活と商品の結びつきは、今後ますます強化されていくことでしょう。一方で、商品の人気があまりにも高まると、需要と供給のバランスが崩れることがあります。特に地方や小規模な店舗では、商品が手に入りにくいという問題が生じ、都市部との格差が広がる可能性もあります。この問題に対して、 メーカーや販売店はどのような対策を取るべきなのでしょうか。一つの解決策として、オンラインショップや期間限定のポップアップストアを活用することが考えられます。これにより、地方に住むファンも簡単に商品を手に入れることができ、ファン同士の交流がより活発になるでしょう。また、ビアボールやナンバーアンダーラインアイのような商品は、単なる消費財としてだけでなく、 サステナビリティやエシカルな観点からも注目されています。特に、若い世代は環境意識が高く、購入する商品がどのように製造され、どのような影響を社会に与えるのかを気にする傾向にあります。こうした世代に向けて、ビアボルやナンバーアンダーライン愛の製造過程や素材選びにおいても、エシカルな取り組みが強調されることで、商品の魅力がさらに高まる可能性があります。例えば、 環境に配慮したパッケージングやサステナブルな製造プロセスが取り入れられれば、より多くの消費者が安心して商品を選ぶことができるでしょう。ビアボールやナンバーアンダーライン愛は、単なるトレンド商品ではなく、現代の消費文化やファンコミュニティの中で特別な位置を占めています。それは、商品そのものの魅力だけでなく、その商品をめぐる人々のストーリーや体験、共有が大きな役割を果たしているからです。 このような現象は、今後も続き、さらに進。化していくでしょう。リアボールやナンバーアンダーライン愛がどのようにして次なるトレンドを生み出し、どのようにしてファンたちの日常に新たな喜びをもたらすのか、これからの展開が非常に楽しみです。リアボールがここまで日本の消費者、特に女性ファンの間で熱狂的な支持を得るようになった背景には、単に商品自体の魅力にとどまらない。 複雑で興味深い文化的な要素が絡んでいます。この現象を理解するためには、まずビアボール自体が何を提供しているのか、その商品特性から探ってみましょう。ビアボールはサントリーが展開する新感覚のアルコール飲料であり、シンプルにビールを楽しむだけでなく、自分好みのアレンジができる点が人気の一因です。通常のビールとは異なり、ビアボールは好きな炭酸飲料やフレーバーと混ぜて楽しむことができ。 飲むたびに新しいい発見や体験ができるとされていま,すまさに、この自由なカスタマイズ性が、特にクリエイティブな面を楽しむことが好きな層に強く訴えかけたのです。消費者は自分の好きなフレーバーを選び、自分らしい一杯を作ることができる。この自分だけの特別な一杯という感覚が、彼らの中で大きな満足感を生み出しているのでしょう。また、ビアボールの人気には、 ただ商品を楽しむだけでなく、その購入や入手にまつわる、体験自体が特別なものとなっていることも見逃せません。SNS では、ビアボールを見つけた喜びや、限定版のグラスやマドラー付きセットを手に入れたことへの興奮が、ファン同士で共有されています。例えば、いつものスーパーでビアボールを見つけて即購入した、限定グラスが付いているセットを発見して、大興奮で買ってしまったという投稿が頻繁に見られます。 このように、商品そのものだけでなく、それを手に入れる過程やその瞬間に感じる喜びが、消費者の間で強力なコミュニティ感を生んでいます。消費者はビアボールを単なる飲み物としてではなく、自分の日常をちょっとした冒険や発見で彩るためのアイテムと捉えているのです。ここで、興味深いのはビアボールの購入や体験が単なる、消費行動にとどまらず、ある種の推し活のような形で広がっている点です。 リアボールを購入することや、それを SNS でシェアする行動は、アイドルやタレントを応援する活動に近い要素を帯びてきています。ファンが自分の好きなアイドルやタレントのグッズを収集し、それを SNS で披露するように、リアボールもまた、そのアイテムやグッズを手に入れることが一つの達成感として共有され、そこに共感を得る文化が育っています。例えば、SNS 上では、 友達がストーリーにあげていたビアボールが大量にあった店舗に行ってみたネットで注文していたけれど、近くのスーパーにも売っていたのでつい買ってしまった、というような投稿が目立ちます。特定の店舗で限定品を手に入れることが、単なる買い物ではなく一種のイベントとして捉えられています。この現象は、まさにアイドルやタレントの限定ライブチケットを入手するのと同じ感覚に似ており、ビアボールがもたらす、所有感や、 特別感が消費者に強く影響していることを示唆しています。